私だって忍耐してますよ。野村さんが幸男さんと出会ったのは、選手兼任監督としてさまざまなプレッシャーと戦っていた。親行きます。はい、どうぞ。出ないで帰りを待っていてくれました。自分で考える、自分で答えを見つけるっていうことも、ね、やっぱり耐える我慢っていうね、こういうのができるとさらに一段と育つ。はい、早め早めね、早め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 。よし、では行きます。下がって腰。はい、シュンシュンシュン、オッケー。で、杉の原木はもしかしたら薬杉かもしれないっていうぐらいに言われてるぐらい。本当に？はい。本当に？本当に？本当に？じゃあ何？ロシアとかのシベリアとかにあるやつだろ。あれは何だ？あ、ちなみに杉って日本にしかないんですよ。え？今は半々です。撮影コーディネートとカメラマンっていう仕事と、まあ元々やってたガイドっていうのがちょうど半々になった。やっぱり宮の裏だから。そうですね。おお、ケツ上げろ、上げろ、ケツ上げろ。やっぱり取り外しの順番は対角線上に取り外しを行います。つけてあげるというのも、効果的だと思います。はい、というわけでトランスミッションとエンジンの接続のボルト全て取り付けが完了しました。ドライブシャフトもシールを傷つけないように組み付けをしていきます。エンジンマウントも3箇所ありますので、はい、どうぞ。あとは取り取ってなかったんで、掃除が終わった後のスロットルを見てください。はい、というわけでこんな感じで結構頑張って掃除をしてみました。で、掃除をした後だとスロットルの動きが相当軽くなったんで、これでエンジンの調子は良くなるはずです。インテークホールドも汚れていたんで掃除をしておきます。はい、どうぞ。
されてるんだけど、うん、ヒロミさんってなんで公開されてるんですか？それは意外にいいやつじゃん。いいやつじゃん。うまい。